海端史女系は日本の作家佐藤康史の短編小説集及びそれを原作とした映画作品。1991年に集英社から出た同盟単行本2007年佐藤康史作品集12010年の同盟小学館文庫に収められている。函館市を模した架空の北の地方都市海端史を舞台に 姿勢の片隅で様々な事情を抱えながら生きる18組の人々が交差し、連鎖しながら生きる姿を描く。芥川賞候補5回、三島賞候補にもなったが受賞せず自殺した佐藤の遺作であり、未完の短編小説。1981年東京から家族を連れて帰郷した佐藤が職業訓練校に通いながら構想を練ったという。 箱館市文学館の佐藤コーナーには単行本の表紙となった高専寺赤の絵画、女系や佐藤手書きの回短紙地図などを見ることができる。佐藤の箱館西高校時代の同期生やシネマアイリス代表の菅原和弘などが回短史女系の映画化を目指し、2009年に箱館で映画制作実行委員会を結成。市民から制作費などの協力を募って、 準備を進め、2010年秋に公開。監督は、帯広出身の熊切和義。撮影は、近藤を立つと。映画化に伴って、小学館より、文庫の再館もされた。18の各商題は、佐藤と交流のあった、詩人、福間賢治の詩から取られており、福間は、書簡本の解説も担当した。両側を海に挟まれた北国の小さなサスの町。 海探しを舞台に、姿勢の人々の人生を綴る。1949年、函館に生まれた佐藤は、学生時代から小説家を志し、大学入学を機に上京。いくつもの職に就きながら、小説を書き続け、1977年に、文壇デビューした。しかし泣かず飛ばずの時期が続き、母の結核発病を機に帰京を決意。 1981年4月に家族を連れて故郷に戻り職業訓練校に通い出したが、君の鳥は歌えるが、芥川賞の候補に選ばれ、翌年再度を上京し、執筆生活に励むようになる。海凍子女系は、この約1年間の箱館生活の中で構想したと、される。佐藤にとって11年ぶりの箱館は、市街一課が急速に進み、変貌する中にあった。 失われていく街並みや都会の繁栄とは対照的に衰退する地方都市のありさま、函館朝市で苦労して生きた両親のような庶民の暮らしぶりに目を向け、地元、函館の街を描こうと試みた意欲作だった。引っ越しのコンテナを待つシーンなど、佐藤の函館での体験談がモチーフと思われる部分もある。小説が進むにつれ四季は冬から春に移り変わるが、 この後、夏と秋も書き進める構想だった。2010年12月18日公開の日本映画。原作の短編集より、まだ若い廃墟、猫を抱いた婆さん、黒い森、裂けた爪、裸足の五平を中心に構成されたオムニバス作品である。原作の舞台が、函館市をモデルとした海丹市であることから、 函館市民を中心とした有志による制作実行委員会が発足、北海道出身の熊切和義を監督に迎えて映画制作が行われた。企画、PR、美術スタッフ、エキストラなどのボランティアをはじめ、メインキャストにも北海道在住の市民が多数参加している。同じく佐藤康資源作による、そこの身にて光り輝くオーバーフェンスとともに、 箱館三部作と位置づけられる。公開は約60巻で行われ、工業収入は約5000万円を記録した。ストーリーの基礎は上記の短編5編だが、一本の映画内で自然な繋がりを持たせるため、他の短編に登場している電車の運転士が、裸足の主人公の父という設定になるなどの多少の相違点がある。キャッチコピーは、私たちはあの場所に戻るのだ。 冬の海探し。造船所に勤める兄弟、風太とホ派は、リストラに伴い職を失う。元旦、二人は初日の出を見ようと、泣けなしの小銭を持って山に登るが、帰りのロープウェイ台が足りず、風太だけが歩いて山を降りる。ホハは、閉店時間の過ぎた麓の売店の前で、一人で待ち続けるが、風太はいつまでも帰ってこない。 町の開発のために立ち退きを迫られている老婆、時の元には、市役所に勤める誠が説得に訪れる。家畜たちと共に昔からこの土地に暮らす時は、ガンとして立ち退きに応じない。ある日、時の飼い猫のグレが姿を消す。プラネタリウムの職員、竜像の妻は派手な服に身を包んで、夜の仕事に出かけていく。中学生の息子は口を利かなくなり、 夫婦の中も家庭も冷え切っている。そのプラネタリウムに通う少年、アキラの父、春尾はガス屋の若社長であり、新規事業として浄水器を扱うが、うまくいかない。先代である父から経営の不備をなじられ苛立つ、春尾は、妻、勝子のアキラに対する虐待に気づき、彼女に暴力を振るうが、同級生だった千恵子との不倫を逆に責められる。路面電車の運転し 達一郎は運転席から息子の広司の姿を見かける。東京から春尾のガス屋に浄水器の営業に来た広司は海端市の出身だったが父と会うことを避けていた。故郷のバーの女たち、男たちのやりとりを眺める広司。大晦日の夜、達一郎の運転する路面電車で海端市に生きる人々はすれ違う。年が明け、広司は 墓参りの際に達一郎と再会し、ぎこちなく会話を交わす。広ロは、海端子を立ったフェリーでフータの遺体が山で発見されたというニュースを聞き、デッキに出てその山を眺める。内周辺で工事の始まった時の元には、グレが帰ってくる。時が妊娠しているらしいグレを、埋め、埋め、みんな育ててやると声をかけながら、優しく撫でてやる場面で、映画は幕を閉じる。 すべて2011年11月3日発売。ABC イリエ7前編、映画化が相次ぎ脚光を浴びる作家、佐藤康氏、ブームの火付け役が語る苦難の道、ムービーコレクション、2014年5月22日、閲覧。山下敦弘監督で、佐藤康氏、オーバーフェンス映画化。解談死女系、そこのみにて光輝くに続く、函館三部作最終章。 映画 .com,http:// コロンススララッッシシュュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ2015-0516スラッシュ1スラッシュ2015年7月3日閲覧。ありがとうございます。